白ひげハイトリは人家やその周辺に生息する一般的なハイトリグモの一種で特に室外の壁によく見られる。白ひげハイトリは中型のハイトリグモである。名の由来は体に多数の短い白い毛が並んでいて特にフレシのそれがよく目立つことによる。メスは体長8から10ミリメートル、体は全体に扁平で足もやや平らに広がっている。 体色は全体に黒っぽいが、白い毛が密生しているため、白い雲と思われることが多い。東京部は平らで、前端はほぼまっすぐ、後方は楕円形。周囲は黒く見え、中央付近は白い毛で覆われる。ふわしは短く、その全体とフレシにも一面に白い短毛が密生している。腹部は、扁平な楕円形で後方がやや尖る。腹部背面には、 ヤハズ模様があるが、その上に白い毛が密生するので、毛の配列によって白っぽい肋骨のような模様が見える。見かけではむしろその外側、腹部側方に黒い縦筋がはっきり言える。アルコールの液心標本では、ヤハズ模様が浮かんで見える。体長は、オスで体長6から9ミリメートル、メスで8から10ミリメートル。オスの方がメスより一回り、小さく。 特に腹部が小さいが、体色などは、ほぼ同じである。また、メスより太いフレシに白い毛が密生しているのがよく、目立つ。人家によく見られるが、家の中で見ることは少なく、室外の壁や塀に住んでいるのをよく見る。その他公園や寺院など、人工物の外部表面で見ることが多い。樹皮帳などで見ることもある。その表面の隙間などに袋状の巣を作り、 その周辺を縄張りとして確保し、その範囲を徘徊している。本州から南西諸島にかけて分布し、国外では東南アジアからインドまで分布がある。同族のものでは、アゴクロハエトリエム、ビビテタスデフォアが琉球列島に分布する。よく似ているが、体色はやや暗い。人家に生息するものとしてはあまり似たものはない。オーハイトリマーピッサミルリーは、時に、 人家周辺に姿を見せ、やや本種に似ているが、メスで10から13ミリメートルと一回り、大きく、またより自然な環境に姿を見せることが多い。深海、ありがとうございます。